こんにちは、光工務店です。今回ご紹介するのは、北摂の自然豊かな場所で建築されたのびのびとした眺望が楽しめる2階建てのお家をご紹介します。敷地面積約70坪、延べ床面積約30坪、広々とした敷地はお施主様の譲れない条件の一つ。駅地下では見つけにくい土地ですが、郊外も視野に入れて探すことでご希望の場所が見つかりました。外観は片流れの屋根と深い軒が印象的な十文住宅ならではのデザインです。ブラックの外壁材にブラックのサッシを合わせてクールな印象に。軒天に施した木のデザインがかっこよさの中にもぬくもりが感じられ、一味違う雰囲気になりました。玄関のドアはリクシルの防火ドア、ジエスタシリーズより優れた断熱性能を発揮する K2 を採用しています。扉の色は高級感のあるチーク材、天然木のぬくもりを感じるふっくらとした形状がかっこよさの中にもくつろぎを感じさせるデザインを演出しています。それではお家の中をご案内いたします。玄関土間は無垢フローリングと調和する高級感のあるタイルで仕上げました。広々とした玄関ホールを通ってリビングへとつながる動線のほかに、シューズクローゼットを通ってリビングへとつながる動線がある2ウェイ動線です。帰宅後の動線がとてもスムーズだとお施主様を喜んでいただいております。帰宅後の手洗いがスムーズにできるよう、洗面スペースを玄関ホールに増設しています。オリジナルの洗面を増設することで設置スペースにぴったりと収まるほか、空間と調和するデザインが実現します。また洗面を脱衣室からは独立させたことで、生活感が出ないホテルライクな印象です。訪れたゲストにも気兼ねなく使っていただけるスペースになっています。洗面から LDK へとつながる動線の他にも、脱衣室を通ってパントリーから LDK へとつながる 2way 動線になっています。重い荷物を持って帰宅された買い物帰りは回遊動線なのでとても便利です。それでは LDK に進みましょう。LDK は上部が大きな吹き抜けになっているため、開放感はひときわです。テレビボードは空間と調和するデザインで作り付けました。着物をお召しになるお施主様のご要望で、お上がりの畳コーナーがあるのも特徴です。畳コーナーには一見の収納がありますが、段差を生かして畳スペースの下を引き出し収納として活用できるようにもしています。それでは2階へと進みましょう。階段は空間と調和するスチール製のデザイン階段です。ケコミ板のないドリップ階段は開放感があり、窓から入る光を遮断せず家中に巡らせる働きがあります。2階はファミリークローゼットとしても使える大きなウォークインクローゼットとベッドルーム、居室としても使えそうな勾配天井の難度で構成されています。ベッドルームは将来ご家族が増えて
部屋数が必要になれば、部屋を仕切ることで他部屋としても使えるように計画されています。さらに2階にはお施主様お気に入りのくつろぎスペースがあります。ちょうど1階のキッチンの上部にあたるこの場所は、窓の開閉のために格子の渡り廊下を設置しています。そしてここからの眺めがとても素晴らしいのです。周囲の建物の合間を縫って夜景が楽しめるベストスポットとなっています。夜はゆったりご夫婦でお酒を飲みながら会話を楽しまれているとか、このお家ならではのくつろぎスペースになっています。今回のルームツアーはいかがでしたでしょうか。皆様のお家作りの参考になれば幸いです。この動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回のルームツアーでお会いしましょう。さようなら。